ああ、結構集まったんで、これでまた、いけそう。剣が高え。まあ、均等に立てあげますか。無駄なく、洞窟を抜けて。またゴースト出そう。なんか線路っぽいのが粉砕されてるね。かつてはここに人が栄えていた。ああ、色違いの。なんか、台風を乗り物したような。クッパジュニアが乗ってるみたいな。クッパクラウンみたいな。あんな感じで乗ってるね。ああ、コウモリも色違いか。色違いばっかだな。色違いそんなバンバン出ていいのか。確率なんか8100何十分の1ぐらいじゃなかったっけ。めちゃめちゃ出てるけど。ゲットするか。あー、まあ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 、ギリ大丈夫、ギリ大丈夫。ギリ大丈夫なのかこれ。ここでまた死んだらきついな。復活させて進行を止めて。意外に、あ、溜まってるな。まあでもボスで使うか。切り抜けられるでしょこれ。あの台風連打で多分切り抜けられるんで。あー、死ぬな。死ぬ前に魔女復活させたい。集めて OK で死ぬ俺は。でボスの時に、あ、ちょっと待って。聖剣モード捕まえ死んだ。温存して死んじゃうタイプですね、こういう中盤は。使おうと思った頃にはな、死んでたんだよな。やばいんじゃねと思ったら死んでた。もう今回魔女守れてる、いい感じ。回り込んでいくか、余裕あるときは。しかし宝箱は邪魔。節約して。あー、ちょっと死にたい。死ぬ、うん、死んどこう。この辺で死ねば多分ギリ間に合うはず。ギリ間に合う。おっとっとっと、ギリ間に合う。特にあの緑のなんか台風に乗ったやつは結構体力、違う、アタックが高いから、あそこは注意したいな。あいつは触れさせちゃいけない。あ、なんか、あー、まあ取ってもいいか。台風でも全部一掃する。で俺は拾う係、血を。俺血を拾って、まああとはこう近づいてくるハイエナどもを倒していく係。あー、血が足りない、血が足りない、もっと血を。あー、来たな。まあ、ぶっちゃけでもこれがあれば余裕なんで。コウモリ倒すく。あー、こっちの方が強いな多分。こいつ倒すか、一緒柄。え、ちょっと待って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 くれー。これやばくないかい。あ、倒した。でもあとはこいつを、うー、でもまあ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 大丈夫、まだそんな敵も来てない。ちょっと、くー、ギリか、ギリか。これそんなに攻撃は高くない、あいつは。守れ。うわー、くっそー。あ、溜まってるじゃん。聖剣2発目でいけたな。一発目渋ったの良くなかったか。まあ、背後から、どうなんだろうな、背後から一体ぶち殺して、もう一体は正面から押しのけていく作戦が良かったかもね。ちょ、あ、死んだ。くぅ。よかったなぁ。なんで一回目うまくいったんだろう。一回目だなぁ。いや多分これ絶対レベルアップした方が早いけど、なんかしたくないな。悔しいっていうか、なんかいけそうなんだよな。微妙にいけそうなだけに、なんかレベル上げしたくない。背後からあいつはちょっとまともにやり合うとね、死ぬんで。まあ、さっきはね、あれだ、正面からになっちゃったからね、攻撃が。それが微妙だったね。回復しよっかもう。ああ、2個もったいね。
もうケチるとケチっちゃうと結局なんか中盤で半分ぐらい持って帰っちゃうからしんどい。あー、これ死にたい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 とかいう謎のワード。死なせで OKOKOK で中央に寄ってギリ、これ大丈夫だね。結構いい死に方、かなりいい死に方でした今。あとは押し抜けて、おりゃー、ちょっと後ろから行きたいんで引きつけるか、ある程度。あー、これやばい、気絶する。一発でこいつは倒す。こいつは絶対仕留める。ここでこいつだけは絶対に仕留める。こいつだけは、こいつだけは嘘でしょ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、あとはこいつを背後へ、向こうに押しのければ。あー、強いなー、やばいなー、やばい、これはやばいっすー。ちょっと Y 連打、オッケー、きたー。よっしゃー、意地で勝った、意地で。はい、俺の勝ちー。意地なんだよな、結局は。あげよう。あ、ギリいけないか。なんか、ブーツ買ってもいいんだけど、ブーツ買うとさ、中途半端なお金余るじゃん。使い切りたいね。雪山の一幕。あ、なんか、雪だるまあるけど、あれ敵か？スノーマンおる。すげえ弱そうだけど。絶対スノーマン弱いでしょ。スノーマンナイトなのかな。かしこまりましたっつってアタックしてきそうだが、あ、なんか左側のなんか雪のウサギみたいなやつかわいいな。この辺は何も変哲なしと。あー、来た。え、絶対弱い、弱いでしょこいつ。絶対弱いでしょ。あー、でも意外に攻撃力が高い、この顔して、このなりで攻撃力高い。あー、ちょっと死んどこう。これはもう死んどかないとまずい。間に合うか。まあ間に合ったか。まあギリ間に合って。宝箱割っとくか。あー、蛇が出てきた。色違い蛇出てきたな。もうやっといて。蛇ちょっと倒しとこうか。後ろから。歯が立たねえ。背後から狙ってこれ。まずいな。死にかけたら行こう。あれ、聖剣好き、聖剣好きです。これね、引きつけて OK で、ここで行く OK。 どけお前やっふー。で、まあ押しのけておいて、ヘビも倒して OKOKOK。 あー、ちょっと早めに早めに押しのけよう。あー、意外にそんなに、はい、余裕。聖剣がチート。聖剣で押し出すの強いな。画面外まで持ってったからね。まあ、押し出し一本と、寄り切りと。メデューサの城へ。ついに来たね。ここクリアしたらメデューサと対決か、そのまた次がメデューサかな。ステージ20かもね、ちょうど。多分。この感じだと裏面とかあるといいんだけどな。あ、なんか音楽の雰囲気変わった。あ、サソリか、色違いサソリ。まあ背後から OK。 あー、スケルトンナイトも色違いか、これ。色違いスケルトンナイツ出てきたんで、ちょっとラストワード発動する前に倒しておいて。ちょっと死ぬねこれ。軽く軽く死んで、このステージやばいかもしれん。俺の必要な経験値が足りてない、おそらく。ちょっと孵化させて、でこいつらちょっと倒しとこう。多分これ死ぬんで、ちょっとサソリで死んどっか。死んどいて、あー、色違い来た。え、絶対あれやばいでしょ、攻撃力。うわー、持ってかれるな。10% はがっつり持ってかれるな。ちょっと後ろから回り込んで。あ、でも聖剣好きあるな。
財布使って宝箱、お、来た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 、割っとくか。このヘビがね、意外に強いんですよね。おっと危ない、あれ取っとこう、あれ超大事。あ、ちょっとどいて、どいて、あー、使う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 、いや、まだ大丈夫まだ大丈夫聖剣は取っとく、うん、まだいける。あ、ボス来た。まあ、ボス来ても、あー、聖剣があればいけるって言おうと思ったけど、まだ、まだ耐えれる、まだ耐えれる。ギリギリまで行く、ギリギリまで。ギリギリまで俺は戦う。もう死ぬかな、もう死にそうなんで、さすがに行きますか。こいつをまず倒す。と思ったけど、こいつを押し出すか、画面外に。押し出せ、押し出しておいて、こいつを倒す。オッケー、作戦勝ちと思ったけど、意外に、意外に、ちょっと、雑魚が、ちょっと、雑魚の分際で、どうだろう。ゴリ押しいけそうだけどな。レベルアップすればいけるかな。こうなんすよね。ブーツ上げようとすると、余るじゃん。絶対。で、なったらもうアタック上げるしかないじゃん、これ。ゴリ押せそうだけどな。ギリギリ、ギリ押せそう、聖剣で。途中ちょっと食らっちゃったから、あれなければ多分いけたんじゃないかな。回復アイテム取る前にね、ちょっとやられちゃったから。スケルトンナイトがちょっと邪魔してきたからな。あー、宝箱にかまってると死ぬんで、倒しておいて。宝箱も背後から行ったら、ああ、これやばいな、死ぬな。あ、でもいいタイミングで復活した。倒してくれ、倒せ倒せー。ああ、まあ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 、普通に食らったね。これもなんか同じ道たどりそう、同じ道をたどることになりそう。もう使っちゃうか、これ使っちゃおっか。ここで全部一掃しといて、一回ね。一回綺麗にして、再スタートしよう。あー、これ取っといて。これは絶対大事。あー、マジか。2個来た、2個。何死んだんだ、俺。何死んだ、まあまあまあ、大丈夫。ダッシュで行けば。あー、嘘嘘、宝箱のせいで。弾かれて2個取っちゃったし。スケートナイトちょっと、竜巻でなんとかするか。なるべくダメージ与えてから押し出す。あ、だったら早くバレていく。あー、やばいね、これ。何がやばいって聖剣がないんですよね。スケルトンが早いから、こっちで先に抑えるか。あー、ギリいけるんだけど、もうちょいなんだけど。いいタイミングでいけそうだな、でも。よし。死にそうになったら、行く。今です。はあ、押し出せ。押し出せ、画面外や。オッケー、倒した。これはいった、これはいった、これはさすがにいった。これはさすがにいったでしょ。あー、ちょっとサソリほかっといて、この辺の雑魚を倒しとくか。囲まれると死ぬんで、ね。で、血を復活させて、押し出して死ぬ。まだ大丈夫。一撃食らうときついか。一撃は耐える。うん。オッケー、回収して。オッケー。ゴリ押しなんだよな。てか、ゴールド5000ってでかいな。この辺になると結構上がるね。で、これでまた上がると。無限ループ。まあ、結局こうなっちゃうんですよね。長い長い道のり。城入れよ。城入れよ、早く。犬おるな、犬。あー、なんか、何あれ。この、なんだっけ。ガーディアンじゃなくて、ガーディアンゴーレムじゃなくて、いるじゃん。まあいいや。牛みたいなやつ来た。多分攻撃力高いな。
あー高いね。黒犬となんかしゃがんでるさ悪魔みたいな像あるじゃん、忘れたけど、なんとかズワリみたいな。あー死ぬからこれ死んどきたいな、死にたい。うわ幽霊めっちゃ来たけどこれやばいな。この数に囲まれて死ぬとまずいかも。ちょっと一回血を集め、あ回復来ました、回復入りました。なるべく牛は背後から倒して宝箱も開けておきたいな。あーめっちゃ来たな。後ろとか行ってる場合ではないので倒して、この黒いやつが多分遅い。あマジで、しかもこれ体力回復取っちゃうじゃん。一発 KO とかないよね。あ一発 KO じゃないけど、あでも 20% ぐらい持ってかれたな。まあこの聖剣は取っときたいかなと思ったけど無理使おうちょっと食らうわ多分これ。魔女が死ぬ、早めに倒して、よし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 、いい子だいい子だ。ただこれボス来るな、来たー早い。しかもあ復活しないか、まずいまず早い、今まで遅かったじゃんお前で。そんな攻撃ないでしょ、早いやつは攻撃ないからと死にたいんだけど。うわー聖剣がたまらん、溜まってくれ、もうちょい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 倒していく。どうした、大したことないか。え、ちょっと待って、死んでたら使えないのこれ、今だ早く。え、あ溜まってないのかこれ、まだ溜まってるように見えて溜まってなかった、ギリギリ。お前死んどけな思ったけど、この辺倒しちゃった。マジがちょっとやばいから、あー台風来い、よし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 、回復回復回復、来ないか。まあ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 、まあ、進行遅いから大丈夫、敵も少ない、一気にどかして、なんか回復っぽい、回復来ないか。あれこれいけるでしょ、普通に普通にいけるでしょ。はいー、お6000、でかい。ってことはこれまたソードか。でこれブーツ2回いけるからな。この金額まで来ると。あ、何千か。この値段まで来ると2回上がれるんで、さすがにブーツか。いや、台風でもいいですね。まあ、でも基礎体力上げるか。これ2発撃つか。うん。これでいこう。お、いざ総力戦。だけど決戦メデューサじゃないから、これ倒したら多分ステージ20でメデューサですね。行きましょうか。さあレディ、あなんかメデューサの像ある。メデューサの魔眼、総力戦だから今まで出たやつ全員来るのかもね、ひょっとしたら。あなんかめっちゃ金が、ええなんかめっちゃ金もらった気がする。さあ右上から何か怪しいものが近づいてきましたね。あれは何なのか、しかしボスの音楽ではない。あなんかめっちゃ来てるめっちゃ来てる、まあね、パンプキンとかあの辺はもう序盤の雑魚だから回復で一掃できそうだね。血をむしろ補給できていいみたいな。あゴーレム来た、あなんかサムネっぽいのに乗ってたなゴーレムね。まあまあまあです。マジで？え、意外に、ちょっと待って待って。タコ殴りされる俺の魔女が。俺の魔女をいじめるな、お前ら。いじめんな。いけ、竜巻。ゴーレムをなんとかしないとまずいな。はい、ゴーレムしばきます。お前、どいとけな。どいとけ。まあ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 。まあまあまあ。そういうやつが残ってきた。回復アイテムあるから、あそこを常に意識しとかないとまずい。死ぬ前に拾いに行く。死ぬ前に拾いに行く。オッケー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 。ちょっと魔女がやばそうだけど。勇者もまだ。ち
とゴーレムどかしとくか。どかしてから、ちょっと回復しよう。ちょっとどけどけ、まずい。あ、でも聖剣いけるから。うわー、ゴーレム2体目来た。てか、ボスの音楽流れてないけど大丈夫これ。行くか。早めに行こう。早めに行って、こいつどかしといて、からのこいつ、オッケー、押し出し1本。押し出し1本だが、これ、総力戦半端ないな。めっちゃ出てくる。金もめっちゃ溜まってる。あー、やばい。死ぬ。早めに死んのこが。いやー、ダメか。まずい、まずい、まずい。うわー、血を渡してからだったかー。ね、これ半分でも結構もらえるね。3000。